あ、初見さん、チョコレモンさん、ありがとうございます。はい、高岡薫です、よろしくお願いします。ちょっと待って、急に喉なんかつっかえてた。はい、高岡薫です、よろしくお願いします。はい、というわけで今日ね、ごめんなさい、ちょっと急遽になってしまう。なんだこれは、え？なんか今限定のギフトなのかな、すごいなんか和菓子のやつ出てきてびっくりした。今日ちょっと急遽なんですけども、ショールームをねやろうと思って、はい、始めました。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。イエーイ。まあ今日はね、ちょっと告知も兼ねての配信にはなるんだけど、そうそうそう、まあ、今日はね、大体ほぼほぼのんびりゆっくり配信しようと思ってます。はい、あ、さっきまで寝てたの？おはよう、おはようございます。今日も暑いね。暑いですよね。暑かったよ。まあね、告知はまた後にしてね。ちょっともう今日は本当に告知兼ねての配信だから、マジで何喋ろうっていう話なんですけど、何喋る？何も決めてないなんて、そんなことあります？お、くんちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待ってね、よいしょ。ごめんなさい、みんなちょっと一瞬画面からさ、ちょっとしばらくいなくなるけど、1分以内には帰ってくるから、ちょっと待ってて。ただいま、お待たせいたしました。よいしょ。ふう、さあ何の話します？どんな話しようかね。
ケロロ軍曹とサンリオのコラボの商品の話をお願いします。私あれ商品見てないんですよ。もうねお金やばすぎて、使いすぎだからお金ちょっともう怖くて見てない怖くて見てない。なんでここでサンリオコラボが出るんだろうかって思って、そうそうちょっと怖くて見てないです。うん本当にお金やばいから、うん、ちょっとね怖くて見れません。みんなすごいなんかたい焼きとかいろいろありがとうございます。じゃあまあ一旦とりあえず告知しようかな。まあ後にするって言ったけど、ちょっとね告知のために iPad 持ってきた。あったった。いつ発表された？おとついぐらいに発表されたんですけど、あの7月11日から15日まで山口千春プロデュース特別公演百物語ボリューム3開会でいいのかな、開会にあの出演することが発表されました。はい、ということで7月も2本舞台出演させていただきます。場所はね下北沢スターダストというところでございます。なんかザなところで今月、まあ、下北沢とか中野とかザ演劇っていうイメージが私の中であるから、すごいなんかわーこの場所でできる、この場所で出演させていただけるってめっちゃ嬉しいって思って、そうそうはい。またねこの百物語の方はなんかこれまでとはまたちょっと違う感じになるんじゃないか、なんか面白い感じになるんじゃないかなと思っていて、そう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 、めっちゃねなんか距離も近いらしいので、そう私はこちらなんか下位チームと U チームってあるんだけど、私は U チームの方に出演させていただきます。はい、まあまた今年も怖い話をするよということでして、今年はね演劇なのでどんな感じになるのかっていうのをお楽しみにでございます。はい、そう朗読劇ではないので今年は、そうそうそう、もう演お芝居、えお芝居ってな、そう朗読劇じゃないんですよ、もう普通に演劇、演劇って言えばいいのかな、そうそうそう。で今回のこれってまあ2チームあるんですけど、あのチームで演出の方が違うんですよ。そうだからそのひまじんさん初訪問ありがとうございます、ももさん初、ももさん初訪問ありがとうございます、ルンナイト。あのそれぞれのチームで演出家が違うんですよ。だから演出家が違うってことは全く同じ話でも演出が全然違うっていうことらしいので、あのもしお時間に余裕がある方はあのまあいろいろ余裕のある方はあのなんかどっちのチームも見ていただけると面白いんじゃないかなとは思います。まあ、まだね稽古が始まったばっかりなので、そうこれから作っていくものなのでまだなんかこういう感じなんだとかはちょっとあんまり言えないんですけども、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。はい、
ンバって怖いの強いの。ああ全然ダメです、絶対ダメ、無理無理無理。あんまり怖い話たくさん聞きすぎるとちょっと体調悪くなっちゃうのでちょっとダメですね。あんまり強くはないです。あとホラー映画は見たことがないです、怖すぎて見れませんっていうぐらいには怖いの得意じゃないですね。はい、こちらねもうチケットが発売販売開始されてるのでぜひ見に来ていただけたらいいです。いいですよね、嬉しいです。はい、まあ、ちょっとね7月2本、まさかのまた2本になるとは思わずね、ちょっと私もびっくりしてるんですけど頑張りたいと思います。はい、でそしてねもう一個、あの7月24日から28日まで東京印さんの雨月悪魔の証明だよねにも出演させていただくんですけど、こちらのチケット先行販売かなが今日の23時59分までなので、あの気になる方とかちょっと検討してる方とかはぜひ今日の23時59分までにチケットゲットしてくださると嬉しいです。そうです、こちらは中野座ポケットであの上演します。はい、ので皆さんぜひ来てください。あ、確保、雨月確保しました、休み確保したから行くね、ありがとうございます。中野ブロードウェイとか好きなの？好きっていうほど行ったことないから分かんないですね。でも絶対楽しいだろうなと思う。一回行ったんだけど、あ、その時はあんま元気じゃなかったから全然楽しめなかったので、次元気な時に楽しめたらいいなとは思ってますね。はい、両方チケットゲットしました。おー、ありがとうございます、嬉しい。よいしょ、ということでね、まあ告知でした。とりあえずまた最後の方で告知はしたいと思います。はい、で何の話しようかね何の話しよう源恭一さんありがとうございます、初訪問だ、ありがとうございます。お、こんばんは、ありがとうございます。なんでチャイナ着てるか話してください。え、別に理由ないです、このブラウスねよく着てるから、うん、特に理由ないや、ごめんね。そうないんですよ全然。そうです、今は百物語のね稽古中というか、まあ昨日始まって今日はねお休みだったんですけど、まあ、今日はちょっと私別件でいろいろやってたんだけどね。そうそうそう、
あ、じゃああの話しようかな。さあ、坊ちゃん劇場あるじゃないですか。愛媛県に常設されてる坊ちゃん劇場、オリジナルのねミュージカルを上演されてるんですけど、その次回作が発表されましたよね皆さん。新鶴姫伝説っていうことで、まあ鶴姫伝説はね、過去に2回上演されているんですけど、今回は新しいってついてるので、またねちょっとなんかホームページにはこれまでとは違う視点で描かれた物語ですみたいなこと書いてあったので、どのぐらい変わるんだろうって思いながら、そうびっくりした。ちょうどね私トーコと次回作何なんだろうねって話してて、そう岡崎トーコちゃん、ジョンマイラブで一緒だった岡崎トーコちゃんとちょうど話してたんですよ。でそしたらめっちゃタイムリーで、しかも鶴姫伝説やんってなってそうそうそう、ね、どんな感じになるのかね、すごい楽しみですよね。っていうのね、そうそうそう、私そろそろ再演来るんじゃないかなって思ってて、でも鶴姫じゃないような気がするって思ってたから、そしたら鶴姫伝説だった。ちょっと予想外れましたね。はい、内容は変わらないんだね。いやそれは分かんないです。でも内容、大まかな流れっていうのか分かんないけど、大まかな流れはそこまで変わんないとは思うけど、でも新たな視点だからさ、どうなんだろう、黒鷹が主役とかなのかな、ちょっと本当に私も分かんないから、まあでもどうなんだろうね。うわー分かんない、それは分かんないですね。うーん、どうなんでしょうね。そうそう、それは本当お楽しみにっていう感じなんでしょうね。いや、わかんないわかんない。これはね、ただの私の予想なんで、ただの一人の人間の予想なんで、絶対違うとは思うんだけど。まあでも、そんぐらい違うんじゃないのかなみたいな感じでは思ってますね。はい。ね、本当にどんな感じになるんでしょうね。やっぱそう、坊ちゃん劇場のね新作の話はしておきたいなと思ったので、そうそう、っていう話でした。イエイ。
次何の話しよう、何の話しましょう。いやー、ジョン・マイ・ラブはね、再演するとしてもしばらくはないと思う。そんなすぐには来ないですね、再演は多分、まあ、それは私の予想でしかないんですけど、まあ、しばらくは来ないんじゃないかなって思ってます。はい、わかんないです、それはわかんないです。ゆち33でいいのかな、ゆちさん、ゆち33、ありがとうございます、初訪問。どうなんだろうね、私の、いや私のじゃないルンテツ、ルンテツの 8K はね、ちょっともうそうね、そうね、ちょっとね、もうちょっとね、上映されるってもしなったらちょっともう私心すり減ると思うけど、怖すぎて。そう、そんな面白がって見るもんじゃないですよ、私めちゃめちゃショック受けて泣いたんだからね。そう、いや、あの私がその映像収録した時にもう公演の中で一番喉が壊れてた時で、もう終わった後にね、一人で見返して泣いてたので、もうねちょっとね、結構苦い思い出ちょっと苦い思い出なんです。まあ DVD はちょっとないと思いますね、 DVD 収録はしてないので。そう、 8K しか収録してないからさ、そうそう、まあ、DVD はもう横ちゃんバージョンしかないので、はい、そうなんだよ、残念なことにね DVD 収録はしてないんですよ。そう、どうなんだろうね、多分 8K の配信ってめっちゃ難しいと、まあ、わかんない。まあでもやっぱ 8K の配信は結構スクリーンで配信されることに意味があると思ってるので、いやわかんないね、ちょっと難しいです、多分なかなかお目にかかれる機会は少ないかもしれない。まあその分レア感増すのかな、ちょっとわかんないんだけどね。まあちょっと上映会があるときにぜひ見ていただけたらとは思います。はい、あ確かにね、なんか前に一回ね、ジョン・マイ・ラブのなんかゴールデンウィークかなんかに、そのジョン・マイ・ラブのいろんな鉄の配信、あの過去に配信したやつをなんかまたアーカイブか何かを配信しますみたいなやつはね、確かにあったよね。なんかそういうのだったらね、なんかあるかもしんないけど、まあどうなんだろうね、
わかんないです。もうそれはなんかもし配信してほしいなとかあったら、もうぜひ坊ちゃん劇場さんの方にお問い合わせしていただけたらと思います。そうって思う私は。はい、あ、全然撮れてないよ。だってまだ顔合わせしかしてないんだもの。無理です。もうやっぱ人見知りはどうしても治りません。ダメです。もうしばらく猫かぶってると思う。どうしてもね、なんて言うんだろう。もうね、緊張して、なんか、そう、緊張しちゃうんですよ、どうしても。なんか向こうからすごいテンション、ノリよくめっちゃイエーイみたいな感じで声かけてくれたらイエーイとはなれるんだけど、そうじゃない限りもう私もうなんて言うんだろう、初めましての人に対しての緊張度合いがすごすぎるので、もう普段の4分の1ぐらいのテンションに、テンションじゃないけどめっちゃ人見知りっていうか、猫かぶる、緊張しすぎて猫かぶっちゃうタイプなので、いやーダメだなって思いつつ、でも多分一生治んないだろうなって思っちゃうんだよね。そう、そうですね、一個下の方とかちょっと一個上の方とかもいらっしゃるから、割と今回年齢近めですね、共演者さんは。そうそうそう、だからそう、もう基本的に自分から話しかけられないので、そうめちゃめちゃ人見知りする本当にもう一生治んないこれ、もうもう無理なんだろうなって思いますね。そうそうちょっと若干諦めみたいなの出ちゃってる、ちょ無理なんだろうなみたいなねえ、ほんとに。もう何もない、もう年齢関係なく緊張しちゃうから基本的に。で私も年齢関係なく最初は全員に対して敬語で行くので、そうそうなんですよ、同い年だろうと年下だろうと関係ない、もう全員には最初敬語で話すから、まあなんか、そうタメ口で話せない初対面の人に、そうね、まあ年齢分かったとてちょっと敬語外せないんですけどみたいな感じだから、そうそうそう、なかなかねちょっと緊張しちゃいますね。うん、まあそう、きっかけがねあればちょっと打ち解けられるんだけど、なんかね、そうなんだよね、あーダメだなって思いつつはもう一緒治んないんだろうなって思ってます。そう、お寿司さんフォローしてくださってありがとうございます。
ルンナイト。自分にとって名刺交換会みたいなのは地獄タイムです。マジ大変だよね、名刺交換って大変ですよね。ジジさん、ありがとうございます。初訪問ありがとう。ちょっと最近ね、あんまり喉が乾燥してるのかな。そうなんですよ、ちょっとだけね。まあ今日ね、ちょっとごめん、あくびする。今日ね、ちょっといっぱい喉てか声出したから、まあちょっと疲れてるのはあると思うんだけど。あ、そう、喉飴舐めたからそれは大丈夫だよ。まあ、私の場合は基本的になんか一緒にご飯行ったらちょっとある程度緊張は解けるっちゃ解けるのかなって感じですかね。まあ時と場合によりますけど、はい。いや、餌付けとかじゃないです。あ、もうあのご飯食べに行ったらもうなんだろう、そのまあご飯屋さんの場のノリに溶ける、溶けるじゃないけど、そうそう、なんだ、まあやっぱご飯食べてたらいろいろお話できるじゃないですか。まあそれで打ち解けるっていうことはあるけどね。そうそう、何回くらい話したら敬語からタメ口に変わりますか？え、基本的にあんま変わることない。あのタメ口にしてって言われたらするかもぐらい。タメ口にしてって言われてもタメ口にしなかったこともあるので、なんか何回話したらとかじゃないですね。そう、相当仲良くなってタメ口にしていいよって言われてタメ口にするっていうことが多いです。回数とかじゃない、本当に。タメ口の人は一生タメ口、違う、タメ敬語の人は一生敬語です。はい、基本的には。まあね、ご飯一緒に食べに行ったらそれなりに結構話しかけてくださる方が多いので、話しかけてくださったらこちらも答えられるから、まあ、それで話せるようになるってなる。もうそう、話しかけられなかったらもう自分から話しかけることが全然ないので、てかできないから。そうだからね、まあ人見知り、まあ猫はかぶってます、割と厚くかぶってる感じです。まあ一生治らないんだろうなって思ってます。こんばんは、アーサーヒーさん初訪問ありがとうございます。こんばんは。
まあ、なかなかそのご飯食べに行く機会っていうのもないからね、ちょっと難しいんだけど、そう、まあ、私基本的にご飯一人で済ませちゃう、もう自分で作って済ませちゃうからね、っていうのもあるし、なかなか自分からねお誘いするってことない、自分からお誘い、自分から誘うことがないから、そうそう、お誘いされたら行きますみたいな感じ、いつも。っていう感じですね。まあいずれちょっとは打ち解けられたらいいなって思ってます。ちょっとはというか打ち解けられたらいいなって思ってます。はい、サンリオ、あ、ピューロランドね。いや無理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 、ちょハードル高い、ハードル高い、無理です、ちょっとハードルが高いですね。そう、初めての人とはピューロランド行けない、あの、そう、ちょっとねハードルは高い。それはもうピューロランド私もう半年ぐらい行ってないんだよね。行けたらいいんだけど、まあ、なかなかねやることいっぱいあるからそうだね、ピューロランドはもう仲のいいこと行くか一人で行くかです、私は。はい、いやでもそう、なんかすごそうだね、あの大丈夫だよ、みんなすごいありがとうございます、アドバイスくださって。でも大丈夫、あのアドバイスは大丈夫です、ありがとうございます。そう、もう私がどうしても猫かぶってしまうのはもう変えられないので、もうそっから稽古重ねて徐々に打ち解けるっていうので毎回やってるので、みんなでもありがとう。でも大丈夫だよ、大丈夫、ありがとね。毎回新鮮な気持ちでお仕事を挑めるのはある意味幸せかもですね。まあでもそりゃね、環境が違って人も違うから、それは毎回新鮮ですもの。そうですね、その新鮮さが消えることはまあないんじゃない、いや、なくなってほしくないですね。まあでもそうね、なんかまあ例えばなんだろう、めっちゃこれまで共演した方いっぱいいるとかだったら、なんか新鮮どうなんだろうね。まあそう、稽古場もだって全然違うし、もう演出の方が違うし、もう何一つとして多分一緒ってことはないので、もうその時点で新鮮さは絶対あると思います。まあね、なくしたくはないけどね、本当に。そう、まあね、なんか10年後ぐらいになったらね、あんまり人見知りせずにもうなんか堂々といけるようになれたらいいなとは思いますね。わかんないけど、はい、ずっと人見知りのままかもしんないけど。
ごいいんだよみんな、そんなアドバイス大丈夫だよ、ありがとね、でもありがとね、でも大丈夫ですよ皆さん、ありがとね。そう、私ももうなすべないですっていうことではないので、ありがとう、ありがとうございます。はい、そういえばまだルンルンって呼んでるんだね。もうルンルンって私のこと呼ぶ人いないよ多分。もうねいないですね基本的には。まあでも最近もうあんまルンバって呼ばれることも少なくなってきた。いやそんなことないのかな。いやでももう基本的にねもう呼び方お任せしちゃってるんで。そう、まああのグリザヤの時はね、あのルンバちゃんとかっていう子もいれば、まあカオルンって呼んでくれる子もいたから、本当に呼び方はもうお任せしますみたいな、聞かれたらルンバかルンちゃんでって言ってます。そう、え、まあ基本的にルンバかルンちゃんがいいかな。うん、ファンの人にはそう呼んでいただけたら嬉しいって感じ。いや私公式カオルンバだよ。あれルンちゃんだっけ、カオルンバだった気がするけど、ルンちゃんはね、ルンバからなんかすごいみんなが呼びやすいようになったのがルンちゃん。公式どこに書いてあった。やばい、本人が知らない、どうしよう、本人が知らないんだけど。そうなの、待って、あれかな、プロフィールに書いてたりするのかな。そう、一応公式的にはねカオルンバなんですよ、一応私のニックネームって。あ、なるほどね、自分、じゃああなたはルンちゃんって呼んでくれるのね、ありがとう。でもあんまりどうなんだろう、ファンの方でルンちゃんって呼ぶ方たくさんはいないのかな。結構ルンバさん、あでもルンちゃんも多いか、でも結構 たまにルンバさんっていう方もいらっしゃいます。全然いいんだけどね、それは。そうそう、まあ、でもあれか、ファンクラブには公式ニックネーム書いてないのか。でもファンクラブではもう公式ニックネーム書くとこも少ないか、どうなんでしょうね。まあでもなんだろう、例えばさ、なんだよ、なんか結構自己紹介でさ、あの何々って呼んでくださいって言われる方がね、たまにいるんですけど、私ルンバって呼んでくださいって言ったら、なんでルンバってなるから、ちょっとハードル高くて言わないんですよ。大体みんな混乱して、え？え？ってなるから、あのルンバって呼んでくださいってちょっとね言わない、聞かれたら答えるぐらいにしてます。そう、大体どこの現場行ってもルンバ？ルンバ？ってなるので、ちょっとやめた。そうそう、あ、掃除好きなのはだって嘘だもん、別に掃除全く好きじゃない、お掃除ロボットのルンバじゃないんですよ。でも何のルンバかって言われるとね、意味ないです、マジで意味ないルンバ。そう、本当に意味はない、あのただただあのカオルって名前の最後がルだったからカオルンバってなっただけで、このルンバにな全く意味ない。なんだろう、なんて言うんだろう、語尾になんかつけるぐらいの、ほんとそれぐらいの意味でしかないのよね、私のルンバって。そう、春猫さんフォローありがとうございます。名付け親はうちの姉です。リンリンはね、ルンちゃんの名付け親だ。そうそう、ルンちゃんって呼び始めたのが多分リンリンが最初なんですよ。そう、確か。家にルンバある？ない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 、ルンバないです、家に。そう。ない、お掃除ロボットのルンバないんですよ。
まあでも別にね、そのカオルンバもね、なん全くなんか呼び方としては利用じゃない、呼び方としてはなかったの。なんかたまにプリクラとかで書くぐらい、本当になんかプリクラでなんとかなんとかルンバみたいな、あのあるじゃんプリクラでさ、自分の名前と一緒に撮った子の名前書くみたいな、その感じでなんとかなんとかルンバみたいな、そう感じで書くことはあった。そう、お姉ちゃん2人にもあったんですよ。私姉が2人いるんですけど、ルンバみたいにあんま意味のないやつあったんですよ。そうそう、それぐらい本当にね、使わなんなんでついたのか分かんないんですけど、そのニックネームもっていうぐらいあんまり使われなかったものが、そのアイドル活動を始めたことによって日の目を浴びたということです。はい、そう、名前の由来聞かれるんだけどね、意味ないんですよ。由来とかないですねって言うしかない。そう、なんでそうなったのか私もわからない。はい、そんな感じですね。はい、だから基本的にファンの方にはルンバちゃんかルンちゃん呼びしていただきたいです。それは昔から変わんない、できればね。そう、できればっていうかそう呼んでほしいかな。あんま名前呼びよりかはルンバとかルンバちゃんとかルンちゃんが嬉しい。まあなかなかね、まあアイドル卒業してあんまりニックネームを言う機会がなくなったからね。そうそう、ねえ、もうなくなっちゃったよね。俺のいとこもカオルだった。あ、そうなんだ、お揃いだ、同じ名前。私カオルに会ったことはないですね。あの対面したことは多分ないと思うんだよね。そうそう、演劇のアドリブで入れてみては。いや別にいいそう別にいいです、あのはい別にいいこれからもルンバと呼ばせていただきます。ありがとうございます。 Thank you。 うん、わっ、そっか、わっ、卒業発表してから明日で1年か。マジ？確かにそうだ。いやびっくりした、あの最初卒業公演してからに見えたから、あれそうだっけって思ったら卒業発表してからね。ひえー、ほんとだ。あんまもう1年前のことそこまで覚えてないんだよな。嘘だろあの違うんですよ、ちゃんと発表した時のこととか覚えてるんだけど、前日緊張したっけとかはね全然覚えてないや。そうそう、そうそうそう、もう覚えてないや。1年前のまあ6月19日のことは覚えてないね。うん、
つか早いな、1年、まだ1年か。もう結構私年が時間が経ってると思ってた。そっか、あれからまだ1年なのか。そう、あの正直な気持ちはまだ1年なんだですね。はい、まあでも事務所移籍してからももう1年経ってて、ちょっともうバタバタというか、もう気がついたら1年経っちゃってたから、あやばい、はあ、触れタイミング逃したって思って、ちょっと触れられなかったんだけど、そう事務所移籍してから1年経っててね、そう早いって思って、まあ、ちゃんとねファンクラブ結成のことは忘れてないので、はい、そう忘れてないよ あ、ルンナイト。どうも。まあね、またこれからもね、いろんな活動できたらいいなとは思ってます。そっか、まだ卒業公演してからは1年経ってないんだよね。ねえ、なんか何とも言えない気持ち、何とも言えない気持ち、何とも言えない気持ちじゃないな、なんて言うんだ、なんかすごい実感が湧かない、違うな、なんだ、なんて言うんだろうか、なんて言うんだろうか、まあ本当に結構濃かったので、2023年後半から、まあ、2024年、まあ、上半期、まあ、もうちょっとで終わるけどね、上半期も、まあ、2023年下半期と上半期、今年の上半期、まあ、結構濃かったので、ちょっとくしゃみが出そう。そうが濃かったのでね、なかなか、うわ、まだ1年経ってなかったんだっていう気持ちではあるんですけど、そう、という間だった本当に。皆様これからも応援してくださると嬉しいです。なんか終わるみたいになってるけど、まだね、ちょっと配信する。あ、でも今日はごめんなさい、ランダムグッズはないです。お金がね、もうちょっとないのでお金がないので、やっぱどうしてもね、この役者というか、まあ女優というかでお仕事も皆様のお力がないともうちょっとやっていけないので、これも本当にたくさんたくさんなんか力を貸していただくことがね多いとは思うんですけども、その分皆様に楽しんでいただけるようにね頑張りたいと思うので、応援してくださったら嬉しいです。でも最近さ、もうお昼眠くてしょうがなくって、そうなの、ちょっとなんとかしたいの、あんまりにも眠くって、まあ
眠かったらね全然お昼寝とかはするんだけど、ちょっとなんか眠すぎやしないかみたいなって思うんですよ。ただ朝はもう6時間ぐらいで起きちゃうしね、ちょっとね最近ちょっと眠いなって思うことが多い。まあね、お昼寝はね大事だよね。本当にやばい眠いっていう時はちょっと20分ぐらい寝ます。そうだ、最近ねはま寿司に行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。はま寿司人生で行くの2回目だったんだけど、なんかね今九州フェアか何かやってるのかな、それでなんかいろんなものが出てるんだけど期間限定で、なんかその中で明太もちチーズの茶碗蒸しだったかな、明太そう明太子とお餅とチーズが入ってる茶碗蒸しがあって、それがめっちゃ美味しかった。そう茶碗蒸しに餅とかチーズとか入ってるの初めて見たよって思いながら、でもめちゃめちゃ相性良くて、まあ卵と餅とチーズが合わないわけないんですけど、めっちゃ美味しくてなんか家でも作ってみたいなって思いました。そうそう、とかあと個人的に美味しかったのが完熟王のパフェ、そうあのバナナのパフェがめっちゃ美味しかったんだよね。そうあれちょっとおかわりしようかちょっと悩んだぐらいだったんだけど、お腹いっぱいになったから頼まなかったんだけどね。そうそうそう、あれも美味しかったな。そうはま寿司ね人生2回目だったけど楽しかった。回転寿司ね、最近回転寿司行きたい欲がちょっと強いので、そう またどっか回転寿司行きたいな。まあ私はね昔はスシローによく行ってたんだけど、まあ、最近あんま回転寿司そこまで行かなくなったのもあって、あでも最近はもう寿司屋もんですね。最近って言っても行く頻度そんな高くないけど、もう回転寿司といえば寿司屋もんっていう感じです。はい、愛媛県に本店があるんですけど、そう一回実は東京の店舗も行きました。高尾店行ったよ。そうやっぱ美味しかったよ。東京でも寿司屋もんは美味しい。私は絶対イクラの山盛りを頼みます。高いけど、もう高いけどもうそれ払うぐらいに価値あるので、そう800円ぐらいするんだけどね、もう山盛りなのイクラが。もうそれで私イクラにハマって、今お寿司のネタで何が一番好きですかって聞かれたら多分イクラですって答えます。それぐらいにはイクラハマってる今。うん、まあイクラかまあイワシなのかな、もうどっちも寿司屋もんの影響です。まあでも今本当にさっきも言ったけど、何のネタが一番好きですかって聞かれたらイクラですって多分答えます今は。はい、あそうそう神奈川にもあります。そうそうそう藤沢かな。はい、そう昔はタイって答えてたんだけど最近はもうイクラだね。でもイワシも好き。はい、
分それ熊野台だと思うんだけど、間違ってたらごめんね。あ、出た、熊野台です。ブリとハマチが好き。うわー、わかる。ハマチっていうか私カンパチ好き。カンパチも好きかも。わかる、美味しいよね。やっぱ脂乗ってる魚が美味しい。あ、でも私サーモンも結構好きになってきたかも。昔はいや、サーモンとシャリは一緒じゃない方がいいような気がする、いや別々の方が私好きかもって思ってたんだけど、最近ちょくちょくサーモン食べるようになったかも。まあ鮭はもともと好きなんだけど、すごく。なんかそう、あのすはま寿司行った時もサーモンの炙り食べたんだけどね、めっちゃ美味しかった。そう、最近好きになってきたかもしれない。まあその時はあのチーズもマヨネーズものマヨネーズ乗ってたっけ、チーズだけだっけ、ちょっと忘れたけど。そうそう、イワシも食べたかったんだけど、ちょっと売り切れてて食べれなかったんですよね。でもイワシ大好き、イワシ大好き。でもイワシもね、まあイワシは完全に寿司屋もんなんだけど、そう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 。昔はね、マグロとか大トロとか中トロとかだったけど、今はもうイクラですね。今イクラ。イワシ好きな人好きなんですよね。ということは私のことが好きということですか？わかんないけど。そうそう。回転寿司のスイーツも美味しいところ、え、わかる？っていうか回転寿司ってもうスイーツだよね。いや、そんなことはないんだけど、やっぱ回転寿司のいいところってサイドメニューが豊富なところなんですよ。で、まあスイーツも絶対見るよね。だいたいミルクレープ入ってるよね。まあ私最近ね、パフェ頼むこと多いんだけど、絶対ね、回転寿司はね、もうスイーツも大事。あの、サイドメニューとスイーツがね、大事です。そう、私の中で。めちゃめちゃ大事。なんか、はま寿司ってなんて言うんだろう。おーみたいな。なんか、おー、そういうメニューあるんみたいな。ネタが多い。そう、そういうネタあるんみたいな。攻めますねみたいなネタ多くて、めっちゃ楽しい。最近そう、まあ、お肉のネタも頼むようになった。だから、この前はま寿司行った時は、なんだっけな、豚の、なんか、ネギ塩豚だったかな。の、なんかめっちゃ、もりもりに盛ってるやつ食べた。ごめん、あくびした。豚肉が一番好きなので私は。そうそう、回転寿司行ったら唐揚げ食べますか？あー、まあ割とまあまあ高頻度では食べるけどね。まあ食べない時もある。でもそんな食べない時ないかな。大体食べるかも。一人の時はそんな食べんけど、まあ一人っていうか一人で回転寿司行ったことないけど、誰か食べるみたいな、シェアしようよみたいな感じで食べることが多いかな。そう、でも割と高確率でフライドポテトは頼みます。そう、みんなでシェアする。まあ家族で行く時はあんまフライドポテト頼まないんだけど、なんか友達と行く時はフライドポテト必ず頼む。はい、いや、あれなんだよ、そう、一人で外食しないんだよね。一人で食べるんだったらもう自分で作って食べた方が安い。まだ安いから食べない、一人で。本当に一人で食べない。そう、一人まるまる、一人なんとかとかいろいろしたいんだけども、一人だったらもう別に外食しなくていいやって思っちゃうので、そう、基本的に誰かと外食するときにお金取っておきたいから、もう一人で行かない、全然。それだったらもう作る方がいいってなるから。ね、フライドポテト頼むよね。あの、だからこの前はま寿司はあのイジュミチャと行ったんですよ。グリザイヤで一緒になったイジュミチャと行って、でフライドポテト頼みました。バター醤油味の、もう美味しいに決まってるやんってやつですね。
得意料理ないですね。はい。ああ、作るのが本当にもう、もう今日だけはもう絶対無理っていう時は、だいたいバナナとサラダチキンの時がありますね。とかまあちょっとだけ頑張れるならゆで卵、まあ卵ゆでてゆで卵作るかぐらいはできる。で本当にもう無理っていう時はまあそれかレトルト食べるかね。そうそう。メグさん初訪問ありがとうございます。ですね。だから本当に一人で外食しない、うん、です。もう基本的にあんまコンビニで物買ったりとかもしなくて、もうそれだったら自分で作るよみたいな。そう、コンビニだとちょっと少々物足りないかもっていうことが起きちゃうから、そう、基本的にもう自分で作りたい、コンビニで買うぐらいだったらってなりますね。そう、ルンナイトありがとうございます。ですね、うん、まあでもそう、なんか誰かとご飯食べに行くっていうか、まあ一緒にご飯を食べる人が増えたっていうのはあるかも。だからすごいそれは幸せなことですね。まあ増えたっていうか、割と高確率で、あのイジュミチャとミジュ、あのどっちもグリザイアで一緒になった子なんですけど、と行くことが多いそうそう、だからまあなんかそう、一緒にご飯食べる人が増えたのはめちゃめちゃいいことだなって思いますね。本当にね、一人でご飯食べることなくな、違う、一人で外食することなくなっちゃいました。はい。最近変なカップラーメン増えて嬉しい。え？変なカップラーメンって何？気になる？めっちゃ気になる。ねえ、変なカップラーメンって何ですか？何？あの、謎肉、いっぱい入れましたみたいなやつとか。もうカップラーメン事情は全然詳しくないから分かんないんだよね。気になる。変なカップラーメン調べよう。変なカップ、あ、カップラーメン、この変わり種ってやつかな。リンガーハットの冷やしちゃんぽん、わさび好きに朗報です。わさビーフ味ヌードル。こういうこと？あ、でも待って、食ったの、コクフワチーズクリーム味、めっちゃ美味しそう。ちょっと美味しそうだな。肉野菜炒め味ラーメン。あ、鍋焼き日清ラオウちゃんぽん。激麺。どういうこと？激麺。あ、紅白餅ラーメン、きつねラーメン。ここら辺はそこまで。昭和の和食ブーム、クリーミーグラタン味。え、こういうこと？こういうことですか？ヤンニョムチキンラーメン。え、ちょっと気になる。ピリ辛。でもどれくらいなんだろう。すっぽんスープ。
へえ。カルディロゼラーメン、あーでもちょっと辛そう。辛いのあんま得意じゃないんですよね。ビャンビャン麺風汁なし担々麺。担々麺は食べたことない。大体辛いイメージがある担々麺。え、うまみ豊かなシーフードパエリア味。なんかいろいろあるね。スペアリブ、肉のうまみ感じる甘辛醤油スープ。すごい、いっぱいあるね。まあ、変わり種が果たして、あ、なにこれ、うまみじゅわっと肉汁餃子味。へえ。あ、汁なし丼のチキンラーメンなんだ。ナポリタンもある。うわー、クッタのレモンチーズクリーム味。ちょっと私クッタのチーズ味にちょっと反応して、あ、なにこれ、ピザトースト風トマトチーズ味。へえ、すげえ、いろいろあるんだね。でもそう、カップラーメンほとんど食べないから、なんかたまにね、なんかもうめちゃめちゃめんどいな今日っていう時にカップラーメン食べればいいんだろうけど、なかなかよし今日カップラーメンだっていうことがないんですよね。そうそう、食ったわ久しぶりに、なんかちょっと食べたくなっちゃった。でもなんか結構差し入れでカップラーメンいただくことが多いので、なそっから消費していかないとなとは思いますね。はい、というわけで、じゃあ今日はすごいのんびりな配信だったんですけれども、ここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃあ最後に告知をねしておきます。あの7月11日から15日まで、山口千春プロデュース特別公演百物語ボリューム3開会に U チームとして出演させていただきます。会場は下北沢スターダストでございます。ただいまチケット販売中です。で、時間がね、これあのチーム、2チーム制、2チーム制なので時間が違うので、そこはそう、ちょっと気をつけていただけたらと思うんだけど、なんだこれ。まあいいや。私が出演させていただくのは7月11日の19時半。7月12日の14時、13日の、18時、14日の12時と15時で、15日の15時となっております。まぁ、ちょっとね、こんだけ言ってもうわ早いと、ちょっと早いからちょっとわかんないよってなると思うので、まぁ、ぜひあのホームページの方も見ていただ、ホームページっていうかあのリンク貼っているので見ていただけたらと思います。そして7月24日から28日は東京印さんの方の作品である雨月悪魔の証明に出演させていただきます。こちら中野座ポケットが、会場です。で、本日そのカンフェティさんの先行販売が、チケット先行販売が今日の23時59分、このあと23時59分までなので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。ぜひご検討の方はちょっとチケットチェックしてみてください。初訪問の方ありがとうございます。あ、ありがとうございます。チケット情報、土日は完売しているそうなんですけど、平日はまだ買えるみたいなので、平日なら行けるかもっていう方とかは特にね、あの来ていただけたら嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位、アーティーさん。12位大粒ちゃん。11位カラスのかあこさん。10位モノサルさん。9位飯田ひろゆきさん。8位マモさん。7位アルレキーノさん。6位マーモットちゃん。5位ロミツさん。4位川端俊二さん。3位夏目さん。2位玉国さん。1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまたね、また次の配信で、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。